丁寧だ達は、中国朝鮮族の作家、知識人、教育家、遠編大学教授、副校長を務めた。中国朝鮮族と21世紀、故郷を立ち50年など、著書多数。丁半流文学費1931年前ら、南道丹明群太の明面生まれ1937年家族と、共に、中国遼年昭万残県に移住。 1939年3月国立交渉、昭志市に移住。1949年延編、大学理工学部数学部に入学。その後、朝文学部に転入。1952年中国共産党に入党。1954年9月、モスクワ大学文学部ソ連文学、講座大学院生として留学。1960年2月学位論文。 アレクセイト・トルストイの三部作、苦難の道の人民描写の原則で博士候補を習得。1960年5月延編、大学語文学部の党総支部書記研副学部長に就任。1966年文革時期に反動学術権威、修正主義分子と批判される。1980年延編大学副校長に就任。 1997年韓国 KBS 海外同胞小学術賞を受賞。賞金で定差立つ教育発展基金会を設立し、奨学金を支給。2001年10月7日、死去。2004年10月7日、文学費除幕式が延編大学で開かれる。朝鮮、韓国学研究センターの金虎ラ主任が文学費根流の来歴を述べる。 百年百人二十世紀中国朝鮮族の遜職内文学知性人、デイサダタツ。吉林新聞。2013年7月24日。ありがとうございます。